21日の山口県周南市の藤井律子新市長が就任会見で市の PR 事業周南市プロジェクトの廃止を改めて明言しました。 JR 徳山駅の新幹線ホームに掲示された看板などは作り替えられ、市が作ったグッズ類も廃止される見込みです。一方、民間の企業団体が作るグッズは販売が続きます。